すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録。法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆さんこんにちは、ユースフルのはじめです。今回のテーマは通話になります。実務においてはあらかじめ10時から11時というふうに時間を決めて行う会議だけではなく、突発的に誰々さんと会話をしたいというシーンも多々あると思います。このようなシーンのために Teams で用意されている機能が通話という機能になります。この通話の機能を使うことで Outlook 等で事前に会議予約していなくてもすぐに会話をするということができます。ただしこの通話機能には通常の会議と比べていくつか機能に制限があるんですね。ですので今回の動画では通話機能の使い方とどのような機能制限があるのか、そしてどう対処すればよいのか、このあたりを皆さんと一緒に学習していきたいと思います。この通話の機能も Teams で非常によく使う機能の一つですので、ぜひこの動画でマスターしていただければと思います。我々ユースルチャンネルでは、明日の働き方が変わる感動体験をお届けするをテーマに、ビジネスの現場で役立つスキルを発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで通話の機能を説明していきます。皆さんオンライン上で誰かと会話をしたいという場合、基本的にはこのようにあらかじめ9時から10時と時間を決めて会議を設定した上で、その時間になったらこの会議に参加すると、このような手順を踏んでいる方が多いのではないでしょうか。ただ一方で時には突発的に誰かと会話をしたいということもあるかと思います。緊急で確認したいことがあるので今すぐ電話をしたいであったり、テキストでやり取りをしていたけどもう少し細かく認識合わせを通話でしたいなんていうケースなどが当てはまるかと思います。こういった時にいちいち会議を設定するのではなく、通話という機能を使うことですぐに誰かとコミュニケーションを取るということができます。やり方は非常に簡単でして、例えば坂本さんという方と通話をしたいという場合、チャットの画面に移動していただいて、このように坂本さんのチャット画面を開きます。そしてこの画面の右上にあるこちらの電話のマーク、これをクリックしてください。すると坂本さんに通話をするということができます。このような通話を開始する画面に遷移することができます。また通話の始め方として、今チャットを開いて通話をするというやり方を説明したんですが、他にもこちらのチームの画面から通話をするということもできます。例えば先ほどと同じようにこの坂本さんに通話をかけたいという時には、坂本さんのアイコンにカーソルを合わせるとこのようなメニューが出てきますので、こちらのこの電話のマーク、これをクリックすると先ほどと同じように坂本さんに通話をかけるということもできます。このいずれかの方法で通話を開始していただければと思います。またこの通話の機能では後から別の人を招待するということもできます。例えば今坂本さんと1対1で通話をしているのですが、西野さんという方も呼んで3人で相談をしたいななんていうケースもあるかと思います。そのようなシーンではこの参加者のアイコンをクリックいただいて、こちらの欄に西野さんの名前を入力していきましょう。そしてこの西野さんのアイコンをクリックするとこのように西野さんを呼び出すということができます。そしてその呼び出しに応答をすると、このように西野さんも参加して3人での通話というのができるようになりました。このように最初は1対1で通話をしていたけど誰か呼びたいというシーン多々あると思うんですが、そういった時にはこの参加者のボタンからユーザーを招待することで通話に入っていただくことができると、これをぜひ覚えていただければと思います。さてここまで通話機能の使い方をご説明してきたんですが、冒頭でも申し上げたのですが、この通話の機能では通常の会議と比べていくつか機能に制限があるんですね。どのような意味かというと、今こちらに通話と会議の画面を表示させてみたのですが、これを見比べてみると、通話の画面ではダイヤルパッド、保留、転送というボタンが表示されている代わりに、会議の中にある手を挙げるやリアクションする、さらにはメモやルームのアイコンがなくなっているのがわかるかと思います。このような具合に会議では使えたはずの機能が通話では使えなくなるということがあるんですね。ここまでの説明を聞いて、なんだリアクションとか手を挙げるの機能なんて使わないから問題ないなというふうに思った方が大半かと思うのですが、実は一つだけ落とし穴があるんですね。
というのも、この通話の機能では今お伝えした手を挙げるやリアクションの機能に加えてもう一つ使えない機能があるんですね。それが録画の機能になります。以前の動画で Teams 会議を録画したいときにはこのその他のところからレコーディングと文字起こしのレコーディング開始を押してくださいというふうにご勧めしたと思うんですが、こちら見ていただくと分かる通りレコーディングを開始のボタンがグレーになっているの分かりますよね。これをクリックしようとしてもこのように押せないんですね。実はこの通話におけるレコーディングについては IT 部門の方で有効にすることも可能ではあるのですが、おそらく多くの会社さんでは通話のレコーディングというのは禁止されているかと思います。ですので基本的に通話においてはレコーディングができないんですね。これによって通話をしている時にこの内容を録画したいなと思っていざいつもと同じように録画を開始しようとしたら録画できなかったなんていう経験をされた方も多いのかと思います。ただこのように突発的な会議でも録画したい時に裏技のような機能が一つあるんですね。それが今からご紹介する今すぐ会議という機能になります。今すぐ会議という機能はその名の通り10時から11時というふうにあらかじめ時間を決めるのではなく今すぐ Teams 会議を開始するという機能になります。使い方は非常に簡単でしてこのカレンダーの画面を開いていただいた上で右上に今すぐ会議というボタンがあるんですね。これをクリックしてください。そしてこの会議を開始をクリックしてこの画面も今すぐ参加を押すと通常の会議と同じような画面が開かれます。その上でこの参加者を追加を押すとこのように一緒に会話したい方を招待するということができます。例えば坂本さんを招待したいときにはこのように検索をした上で参加をリクエストを押すと坂本さんを呼び出すことができます。坂本さんが呼び出しに応答したらこのように通常の通話と同じように会議を開始するということができます。この今すぐ会議を使って会議を始めることによって通話では使えなかった手を挙げるやリアクションするの機能ももちろん使えますしこの録画というのもしっかりできるようになります。ですので誰かと突発的に会話をしたいなという時に今回は録画録音したいなと思ったら最初から今すぐ会議の機能を使って会議を開始していただければというふうに思います。はい、ということで今回の動画では通話と今すぐ会議の機能をご説明していきました。皆さんこれまで何気なく通話の機能を使ってきたかと思うんですが実は通話では会議で使えたはずの機能が一部使えないという制限があるんですね。その中でも特に録画については使えないと困るというシーンも多いかと思いますので突発的な会議で録画が必要になりそうだという場合にはあらかじめ今すぐ会議の機能を使って会議を開始していただければと思います。また実際の画面を見て感じたかもしれないんですが今すぐ会議の機能を使うことでも簡単に誰かと突発的な会議を開始するということができるんですね。いずれにしてもビジネス上で突発的な会議をしたいというシーンは多々あるかと思いますのでぜひ今回の動画の内容を活用していただければと思います。それではこの動画は以上です。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービスユースフルフォービジネスで検索。